あ、もみじが。僕メンズノンノのモデルをやってるんですけど、結構出張とかで地方行ったりとか海外行ったりとかが割と月に1回、多い時は2回とかあったりして、結構海外の人とかに、こうどこがおすすめですかとか、その歴史的なところとかも聞くとすぐもう返答とかが本当に自分の国のことを分かってたりすごいするんですけど、逆に僕とかが行ってその聞かれた時とかってあんまりその日本のことをあんまり答えられないんですよね。その時に話せるようになりたいっていうか、もっと知っててもいいのに、なんかもっと日本のことを知りたいなっていうふうに思ってのきっかけかな。それで割と一人で行くときは日本を行くことが多いですね。海外に行くっていうよりかまずは日本を知ってからっていうふうに思うことが多いかな。